鶴橋出るとすごいですね。もう車上に私しかいなくなっちゃいましたね。で、難波さんがね、乗っていってって、一人しかいないから喋れますね。そうか、近鉄バスとかおすすめなんですね。JR とあれなんですね、やっぱし。まあ、鶴橋って言ったら、阿部の半蔵というのがすごく書いてあります。空、あ、向こうに、ホーバレットに行って、こっちは高い水域。ノープという列車になるんですね。さあ、ということで、無事着きました。元祖近鉄の西のターミナル、大阪上方までですね。なかなかでも両面で、なってます。かつてはここがね、近鉄の、西の端っこで、まだ難波線ができる前はね、それで、ここが、それの、主要の駅だったということなんで、すごい広いんですよね、ここは。これは実は大阪難波とかよりも面積で言うと広いんじゃないかな。なんせこれとは別で、地下にもね、別で、二面二線のね、駅がありますからね、すごいですよ。でそっちの方がどちらかというとメインですかね。大阪難波の方というか、長瀬は全部そっちの方を通ってますし、特急もね、大阪難波まで行くのって感じですからね、すごいです。確かこっちの方というと意外と次の行くのが20時、23分とかね、3番ホームからがこっちなのかな。1、2番が地下か、で地下ですね、こっちにあると。6000、すごいですよね。まあもちろん言ったら、あの阪急のね、梅田駅か、あそこが一番大きいですか。ここに時の本です、持ってるんですね。あ、平蔵さんってあれですね、昼間に食べたところやれないか。でこっちが電車が出て、鳩もおるか、テーマです。従業編成までやるそうですね。いろいろこれはそこにトイレあるんですね、トイレ行くのも。いやー、やっぱトイレもすごいですね。ちなみに8番ホームのあれだね、待合所もすっごい広いですね。券売機もあるし、でも券売機1個だけだよ。あ、そうか、特急の発着が少ないもんね。ですので、まあ、多分地下にいたらいっぱいあるじゃないですか。まあでもしかし広いですよね。このところに飲みさんとかもして、さ、一日でだいぶ開放してますけど、さ、フリーキックお茶作らせたらどんどん出ましょうね。そういう意味で十分元取ってるんじゃないですかね、多分途中下車ってこと考えると。ここが元祖近鉄のターミナル駅ということで、近鉄ですね、近鉄百貨店です。ここはもともと本店ですよね。いわゆる上の上本町6丁目ということでね、当然、今はね、先ほどみたいに鶴橋でだいぶとね、もうほとんどのお客さんが置いてしまいますし、もしくは長線直通でね、そのまま行ってしまうんで、大阪難波とかね、あっちの方に行ったりで、百貨店自体もね、これから行くね、阿部の橋の方ね、あっちにでかい本店、阿部のハルカスができましたから、なかなか微妙な立ち位置になったっちゃなってるんですけど、言うてもね、これは大阪の南に形成するね、道頓堀からずっと来てね、こっちの上野区の方まではね、言うて大阪の大都心ですから、やっぱしね、すごいんですよね。
いやーちょっと私実は降りるの初めてですけどね、もう近鉄ももう閉まる時間だと思います。多分近鉄8時で閉まりますからね。まあこのマーク自体はね見慣れてますし、なんならねこのキットスカードね私も使ってますからね。そういう意味で言ったら全然まだまだホームですよ、しかしすごいね。いやいやー街ですね、都会ですね、すごいな。こっちはなんかいろいろあるんですね。こっちはこっちでハイハイタウン、ドーンと麻雀でって麻雀ね貸したくせんもん、ね、麻雀がドーンとあるのがさすが大阪って感じですけどね、情報コンピューター専門学校からさすが大阪って感じじゃないですかね。リスナー銀行があるさすが大阪って感じじゃないですかね。ねエディオンは大阪感ないですけど、いやいやいや大阪にあったっていいじゃないですかね。いろいろ買収してね、松屋電機とかも買収してましたもんね。あれ松屋電機でしたっけ、緑電機でしたっけ、松屋電機ですよね。エディオンの傘下に入っておったのはね、えいろんな建物があるけど、まあもう言うてももうそろそろね、閉まるのにもそろそろ、店も閉まってる時間ですからね。で私も食べ物も確保してあるんでね、まあこれぐらいにしてちょっと行こうかなと思ってますけど、ここから地下ホームの方もね見てて、それにしてもやっぱりここはターミナル駅としては相当に応えますよ。食べ物の機能ですよね。ですけどちゃんとエントランスとかが最新の感じ、これがねやはり上本町すごいですね。綺麗ですよね、アニメーションとかも、ね、バス発車標準時刻表なんてあるんですね。でここから近鉄バスと、あ近鉄バスセンターも嫌いな、リングスインパスの乗車券がここのところでこんな風になるんですね。あでこんな感じ帰るんや、これはアベノハルカスの方ですね。下なんだよ、関西線のリングスインパスもここから出てるんや。アベノハルカスの方行くらしいですけど、私はねこの後大阪ナンバーの方もね寄りますもんでね。で普通だったらねここからじゃあせっかく降りたいんやったらね千日前線ね、乗ってね行くっていうのもね変になるんですけど、まあ、今回はねフリーキックがありますから、できるだけこれ使っていこうと思います。いやしかしやはり大阪ですね、大都会。まあ何倍って降りたらまた大都会って言ってるんだと思いますけどね。降りてきたら近鉄線の岩国にあるんですね。すごいですね、一緒の駅でこっちのフロアにこんだけあるんですよ、またね、近鉄特急のなんか時刻表とかちょっと変わってますね、こっちは。ゾーン5とこんな風になってるんや、まあ、だいぶ始まりしましたね。ここでね、青い方のターミナルに来ましたから、次は大阪ナンバーですね。さあ、大阪ナンバーも、まあ、いくらでも走ってるでしょ、この時間は。あ、これかな、じゃあ通りやなくいませんけど、あ、そううまい、なるほどな。この時間になるとまあ面白いぐらい来るのが全部特急なんですね。あでも8時もう言うとるんや、1番線じゃあこれ奈良行きよ、こっちやこっち行かなかな、ね、ずーっと特急ばっかしか来てませんね、あまり在来線で上本町からこっちを移動するのは想定がされてないでしょうか。地上本はね当然ありません。地上地上本からこんだけいろいろ出てるんですけど、これ見てみると地上本は比較的ちょっと余裕がある感じなのかな。まあちょっと5分スパンで出てますけどね。各本面が5分スパンで出るとか2分半スパンで行くのか十分すごいですね。こんなところに駅バルなんかあるんで、こういうところでパッと立ち飲みができる、まあ立ち飲み文化みたいな感じですけどもね、あ、これ冷やし派なので、ね、逆や
どっちか、なんか心なしか三宮方面は出入り口の狭いですね。Bー階段を下っていくと天ヶ崎市とかよ。バカこれ乗りゃよかったな。ああ。大きい揺れ見とる味じゃなかったですね。結構人気だったんですね。こっちはこっちでね。それも同じく、大阪本町駅の2番ホームこれ。なんか上本町のホームってなんかちょっと開放感がありますよね。不思議な感じで。夜というのもあって、なんかこのままなんか外に続いてくんちゃうかなっていうような感じの、実際ここから外すぐ上に上がっていくんですけど、2番線は電車が通過します。現在から黄色い線までお伺いください。何が来るかな。まあというのは多分特急の公衆運用のあれかな、ん、送り込みかな。落としてですね。まっすぐですからね。座っとりゃいい。